早送りカレンダーイカ焼きローマンティックイカ焼きですか。目いったって何、そういう歌、ハートのベクトル。乃木坂は意外とわかるかな、僕以外の誰か。でもなんか、あ、黄色いバスね、混ざり合うもの。なんかもっと早くから SKE に出会ってればよかったな。スルメ曲、待ち人、扇風機。あ、そういうこと、目が痛い。あ、それか、それが目痛っていうの。ミルテン変わり種きた、ミルテン。ハウスいいね、ドキミキの足跡。クラブのズルズル、あー、まあそうだね、青春の馬いいよね。青春の馬、青春の馬も歌えるな。ゴキ曲も歌う人いない。そういうことか、卒業しちゃったから。青春高校、あ、了解。うわ、青春高校3年 C 組って夏いね。あれだよね、トンチキがいたところだよね。お悩みのポジティブシンキングは歌えるね。私の歩き方もなんか一回歌ったことあるな。今歌えるかちょっと微妙いけど、そう、さきなちゃんトンチキ。あ、なんかあれなんですよ、私あの一回ゾックが、一時期ゾックが好きで、そこからですね。かなのちゃんからトンチキ、なんだったか、見た目違う、なんだったか、ダダマシンガン、ハロウィンナイト、あ、そう、ファームファ、ファームファトール。そう、ゾック結構なんか、今あれだけど、そんな聞いてないけど、本当にわかんない、みんなわかるかわかんないけど、カンナギマロちゃんが入ったタイミングが一番好きだったかな。入る前ちょっとからマロちゃんが入ってきた時が好きだったから。ハッシュタグ好きなんだ、いっぱいある歌。ちょっともうスクショやめたポストしてみんな。あ、それも、うん、ボスしてください、全部ボスしてください。さらにガラスのアイラピュー、そう、花にリクエストで、もうリクエストしてください。どうもありがとう。じゃあそれを練習しに明日行くので、今のところ歌えない曲ばかりだなと思いましたので。そう、花のリクエスト、なんか前もねリクエストしたやつも練習しなきゃだから、うん、一人で行こうかなって思ってる。どうしよう、みゆちゃん誘ってみようかな。桜坂は何知ってるかな。え、でも欅時代と、はあ、ちょっと聞いたことあるぐらい。ピオニーズ、みーちゃん誘ってみようかな。
海にまみれるの呼びよニーズ桜坂さんノーバリーのあのノーノー人のせいにするなってやつですね。ノーバリーさん大森聖子の大森聖子さんの曲はそんな歌わないかな。聞き線欅坂時代しかわからない。あービームちゃん明日何してんだろうね。おばあちゃんが一番好きソニア。やだ待ち合わせ何時とか何。そうだな。でも花は坂道はそうだね乃木坂さんがやっぱ一番あれだね。まとめ出しして歌ってくれ。あありありだよ。みんなトーク券まとめ出しして歌うのありだからみんな。しかもアイドル楽曲じゃなくてもそこはいいからいいよね。おばあちゃんダンスバージョンなんてあるの。不器用太陽不器用太陽サマチョコサマチョコレートそんな。あとはヌットイコールミーさんが好きでしたね。スマイループだとどっちがいい。どっちでもいいよ。発音もありがとう。 いっぱい発音もんの人がおばあちゃん。あそうなんだ。ごめんねさま悲しい。あ異邦人歌うよ。桜ありがとう。ハートありがとう。東プロレス見てない。異邦人いいよ。異邦人歌えるよ。異邦人はよくカラオケで歌ってた。ママが好きなんだよね。スキンおばあちゃんそうなんだ知らなかった。そうです。48縛りなくなるから無限。なんかインスタライブだったら48の縛りないんですよね。48っていうかアイドル縛りがそもそもないんだよねきっと。ね応援カウントさん素晴らしい。音符ありがとう。そう異邦人ママのし。そうイコノイジョイ48、46イコノイジョイラスアイあとあと一個なんか歌えた気がする。ありがとう桜小判ありがとう。なんか私あんまり詳しくないけど7分の22みたいなそういうやつ書いてあった気がする。でも全然わかんない。ゾメの方もありがとう。うんハスタアイドルさんつまり7虹なあるある。桜ありがとう。花見にもなれる。あそうそう秋元さんプロデュースのあのあれですよね。なんか VTuber みたいな VTuber じゃないかなんか声優みたいな。愛を知る愛を知る君と出会って泣けてきたなぜか涙が止まらないですね。青春トレインキュンキュンラブリーありがとうひな壇みたいなやつ。アイズワンダメだと思う。アイズワンさんダメだと思う。インサー心熱く燃え盛りアイズワンいいよね。ありがとう星ずぶ濡れまだです。秘密の秘密をそう全部ダメオッケーなわけじゃない。フォローありがとう。僕はおさんも書かれてないかな。でもわかんない。できる前にできた規約なのかもしれないから。ヤッホー君のアチューアチョーおばあちゃん境が一番落ち着く。あ猫や猫やピックミーアップ大都会ダーリン東京
モンキーマジック、なんだ、わからない、ありがとう。そう、曲いっぱい送っといて。そうもありがとう。京香さんもイコノイジョイ好きなんだね。こないだ配信見て初めて知った。ありがとう桜桜桜。そうだよね、多分レトムキさんも好きでしょ。こんばんは桜、ありがとう。2度目の方もありがとう。大岡さんも好きなの？寂しい熱帯青い珊瑚礁すごい昔の。今日名古屋で桜満開だった。そう、桜開花か。そうなの？知らないんだけど。2度目の方もありがとうございます。ピョーンパッ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 ダウンサーゴーおいしい牛乳飲むのだピョーン。開花レンタに見えた。嘘だ、開花はなかっぱみたい。うん、開花どうしようね。何、なんか歌うって言ってたけど何歌おうって感じ。こんばんは。ハロプロを、ハロプロさんは歌えないよ。え、待って、これもしかして逆。うわ、イヤホンずっと逆に、なんかシャボン玉、シャボン玉いいよね。すべての恋はシャボン玉、愛をするならこの次はあんため息の恋はシャボン、シャボン玉。今までに出た中で気になる歌全部。そう、シャボン玉いけるよ、もちろんじゃん。シャボン玉本気で好きだって言ったじゃん。なんだ、どんなことだってするよ。悪いことがあった男が多かったら教えてね。ね、何を人が真剣に話してるのに電源切ってよ。私の気持ち知ってて口説いたのよね。そうなのよね。そう、ギュッとして抱きしめてよ。すぐ歌えそうなの。スーパーフライさんは歌えます、割とって感じ。ヒダイさんの曲歌えないんだよ。いいや、じゃあシャボン玉なんだろう、すぐ歌えそうなの。助けに来たぞ。ヒャダ、え、そうなんだ、ヒャダイフ、なんだろう。え、でも歌えるかわかんないけど、これが今頭にみたいなのはあるから、これにします。金木星香る頃この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づく。幸せな日々続くわけじゃない、ちょっとへこむ日だってやってくる。誰でもそんな
それだけ。あとなんだろう、初めて歌うやつだよね。初めて歌うやつ、初めて歌えるかな、わかんないけど。すごい、わあ難しい曲キャーって感じ。新しい曲ってなんだろう、歌ったことない曲なんかあるかなね。それな、なんかこういう感じだよね。本当は私ハートエレキとかも好きなんだけどさ、歌えない。
ね、歌うの難しいねこれ。超むず、激むず。なんかあるかな。なんかさ、いつもね SKE の曲、ここに入ってる曲を見て、あ、いいよ、あの頃の君を見つけたにしてみる。いいよ、それなら歌える気がする。こないだ歌ったよね、確か。これはみんな好きでしょ、だってこの歌は。ごめんね、そのわかんない、入ってなかったでしょ。待ての時間はないんだ。
ありがとう。いっぱいなんかミラーボールとか音符とか、ペンライトとかありがとうございました。どうもありがとう。約束が少しずつ軽くなって、ねえ、いい曲だよねこれ。結婚する拍手ありがとう。ふう、なんだろう、何がいいかなと。なんかあるかな。じゃあこれにしてみる。あの昨日のやつ、昨日スクショしたい。
昨日久々に見たんだよ MV を。そしたらなんかめっちゃ良かった。私も自転車こぐ MV 撮りたいな。自転車こいで喧嘩するやつAKB さんのさ MV って自転車こいで喧嘩するやつ多くない？昔のやつ喧嘩するの多いよね。そうそう、ホバーダイヤモンドじゃそう、そうね、めっちゃあるよね。でもあれがすごい良かったんだよ。やっぱあれが良かったんだよね。なんかまたやりたい、ああいうの。なんだっけ、めっちゃめっちゃ間違えた、これにしよう、ね、自転車マジですね。本当にいいよね自転車って。自転車素敵、乗りたい。
えてない。あ、でも何かこんな感じ。こんな感じじゃない？こんな感じ。あの、全然覚えてないんだけど。全然覚えてない。でもね、あのね、なんかオーディションの話ね、あの、なんか本当になんかみんなが率先して、あ、なんか鏡が置いてあって練習できる場所があったんだって。オーディションの時に、で、なんかあのみんな率先して、あのなんか練習してたの。でも私ちょっと恥ずかしくて練習できなくて、なんか自分ができなさすぎ、なんかみんな前の方でやってる人たちはできてる人たちだったから、なんか恥ずかしくって、その人たちの前でやるのが、だからなんか全然練習できなくて、結局後ろでずっと立ってたっていう、後ろでこうやって立ってたで、できる人たちを見て、あれ、ここの振り私とやってるのとちょっと違うって思いながらずっと見てた。誰がいたか。練習してるところには誰がいたか覚えてない、全然。あ、そう、なんか私たちのやつはなんか振りは自分で覚えるって風だった。そのサビだけ、パレオのサビの動画だけ送られてきて、それでそれを当日までに覚えて踊るってやつだった。おいらいないよそうだから、でも私全然やる気になれなくて、なんか難しそう、なんか初めて見て、え、こんなのできるわけないじゃんとか思って、あの2日前くらいまで行ったんだよね。でも、あ、やばいかも、いや、覚えなきゃやばいかもって思って、覚え始めたら意外とすぐ覚えれて、なんだ覚えれるじゃんって思いながら、じゃあ覚えれるって、その覚えたのを何回かやって行ったら、めっちゃなんか自分と全然違う動きをしてて、なんかみんながなんか上手いからね、全然違う動きで、え、どうしようみたいな思って、やばいかもってなって、で何もできなくて落ちたと思った。どうやって覚えたの？なんか鏡のやつと、そう、反転したやつ送られてきたから、それをゆっくりにしてやってた。でもなんかそれでさ、なんかこの間のみかんの抜き方がなんかの時にオーディション映像がちょっと出てたんだよね。その時にさ、私は結構自分できたと思ってたんだよ。だけどなんか意外とできてなかったっていう話。ユアすごいよ、ウィンクしたらしい。そりゃ受かるよって感じ。ユア余裕じゃんね、合格したから。確かに隣の人がみんな賢く見える。確かにそれはそう。そう、本当になんかやっぱ多分ちょっとスクールみたいなの通ってる人とかいた気がする。そう、その分伸びたのかな私。そう、やっぱさすがだよね。そう、全然。でもなんか一人の人をずっと見てたので、一人の人をずっと見てたの。でもね、その人が最近誰か分かったんだよ。あの、そう、その人がちょっと、マキコさんじゃない、あのゼストのお偉いさんでした
テストの偉い人を見てた記憶。そう、真ん中にいて、そう、引きが強かった、引きが強い、そう、その人のことをずっと見てた。よかった、マジでね。でもなんで合格したんだろうね結婚していいやん、結婚しよう。分かんない、なんで受かったのかあんまり分からないんだけどね。理由聞かなきゃね、まだ聞いてないから。理由聞かなきゃ、未来が明るい。わかんない、理由を教えてくれるかわかんないけど、でもなんかその日着てた服、みんなの服とか覚えてるらしい。歌うまいよね、ありがとう、こんばんは。そう、違うの、歌うまいとか、なんか歌うまいの、だから花が万華鏡になって初めて知ったって言われた。花ビーム出したか、なぜ好きになった、そう、知らなかったって言ってた。全然動画もわ、そう、知らなかったって言われた、親戚も言われたって言ってた。ほっぺたが柔らかそうだから、そうかも。2度目の訪問ありがとうございます。What time is it now? 23時20分。え、嘘、そんな時間なんだね。視点が偉い人の笑顔が良かった。万華鏡、火星の人生は年少組のお姉さん役。そうね、初恋の人に似てた、嘘でしょみんなを癒す力がある。あ、本当？ね、それな、何人かで選んでるからね。2度目の方もありがとう、嬉しい、結婚していいよ。結婚しよう。なんかアホで面白かったから、その理由、この時間が癒し、嬉しいよ、嬉しいよ。伸びしろを感じました、嬉しい。どんな質問、質問されたっけな、花。ちょっと待ってね、質問なんだったかな、え、なんかされたと思ったけど、なんだったかな質問。あ、わかった、中学校からの学歴を教えてくださいって言われましたそれだけ。ビジュアル、嘘だ、たくさん救われてる、嘘、吹き付いてた、本当、吸い込まれちゃう目してる、本当に、あと、ありがとう。その日はね、緑のカラコンをつけてったんです。それが良かったのかも、緑色の目が好きだったのかも。えね、ハタゴンさんね、そう、ガチ面接だったよ本当に。そうだよ、なんか中学高校大学を教えてくださいって言われて、で高校は辞めたんです、辞めた理由は何ですかって言われて、言われてないかもそれは、自分で説明したわ。じゃ、緑っていうか、なんかオリーブ、オリーブ色みたいな、だから微妙に緑みたいな感じ。その時はお気に入りだったやつ。そんな派手にじゃないよ、派手に緑じゃない。高卒初音もありがとう、高卒、まあね、高卒でもね。2度目の方もありがとう。そう、だからなんで、何の質問って思いながら、えってなったもん。緑が似合う、オリーブオイルで
インナーは青が落ちて白っぽくなってた時期でした。優しさの雰囲気が伝わったとか、本物のというかな。嬉しい嬉しい、いやー嬉しい髪の毛インナー入ってた。なんかさ、青って色落ちするとさ白っぽく、なんか緑っぽくなるじゃん。ああいう感じになってました。団子ありがとう。そんな感じだったから、だからさ直前に黒に染めてけばよかったって思ったけど、でもなんかなんかもし落ちた時にあれじゃん、私ずっとインナー入れてたから、そうインナー残ってたよ。違う、合格してからもインナーしばらく残ってた。小学校まで学歴聞いてないんじゃない。でもなんか落ちると思ってたから、もう別に、まあピンクは入れたことないな。紫入れたことあるよ。紫が落ちてピンクっぽくなったのがある。よかったのかな、結果オーライ。でもラブリーな格好で行きました。そう、後ろでさつきちとミヤビームが、さつきちとミヤビームが何歳ですかっていう会話をしてたのが覚えてる。なんか席がなんか私なんだっけ、番号が2番だったの。2番でだからめっちゃ、なんか最初に集まった時に劇場に集まったんだよ、ね、劇場でなんか座らされて、座ってて2番だったかな。で後ろの人からどんどん控え室に移動って言われて控え室に行ってたんだけど、そしたらまあ後ろからどんどん人が選んで座ってくからさ、席がなくなるじゃん。でそれでだから一番前の席になったので、その後ろにミヤビームとさつきちが座ってて2人で、ほいじゃんなん。そう、てかなんで落ちるかと思ったかというと、未完全の密着のカメラ全然回ってこなかったから私は落ちると思いました。なんか密着のカメラを持ってる人がこうやってメモを見ながら何番何番何番とか言って見ながらこうやって行ってインタビューしてたの、ね、私なかったから落ちると思いました。で真後ろでさつきちとミヤビームがインタビューやってたから、うわこの子たちすごーって思ってちょっと見たら、うわこの子未完全で特集されてる子やんってなった。きのこさんはいなかったと思う。その時きのこさんじゃなかった。そうそう。でかごみんも、ココミンめっちゃ覚えてるね。選んだ番号わかんないよね。じゃあでも他のそのスクール生とかじゃなさそうな子もそういう風だったから、なんでこんなにこの子たちはインタビュー受けてるんだろう、私受けてないんですけどとか思いながら、まあ受けないけど。そうで、なんかさつきちとなんか何歳ですかみたいな、さつきちがみやびみに聞いてて12歳ですって言ってて、へーみたいな。で私隣の子と座って、最終審査です、だから後かな、ショールーム審査の。そう横に座ってた子と、やばいね12歳って何歳ですかって言ったら、17か18って言ってて、どっちです、高3か高2かどっちですかみたいな、あ違う大学1年生かどっちですかみたいな、たら、あ高3ですって言ってて、あそうなんだ高3かみたいな、私大学1年生ですみたいな話をしてて、絶対私が一番おばさんだとかいう話をしてました。ショールームね、ショールームでも私やってないから、どうなんだろう。そう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 、信じてないから見かけない人がいいし確かにそれは。ココミンね可愛かった、自慢のシーン、職場の机に近い、ほら嬉しい嬉しいじゃん。初見さんありがとうございます。おう
はい、マネージャーさん、はい、あの違う、あのこのその中でそうショールームやってないのは2人ですね。12期ではなんかね普通にね、ねここみギャルだったマジで、なんか本当に高校3年生とか高校2年生とかだと思ったら全然違った。岐阜顔してる、岐阜顔、岐阜顔だって岐阜枠で撮られたのかな。じゃあココミ、あのみんなわかるでしょ、あのショールームしてた頃のココミン、あのココミンでした。ね、ココミン3回目だね。そうそうそう、ココミン、あのギャルの感じだった、お腹出しだった気がするもんだって。そう、本当に大人っぽかった。あ、そう、なんかちょっとギャルだったんで。ショールームね、ペタプクプクでちょっとまんまり目が大きい。あ、そうなんだ。さやちゃん、さやちゃんどんな感じだったの、全然あれだな。こんばんは。アグレッシブ、もう全く準研究生に。あーなるほどね、それ見ないようにしてた。ラジ、あ、ラジオ配信ね、さやちゃんね。ココハとさやちゃんラジオだったよね。それ以外は普通にやってたのかな。そう、ココミめっちゃ大人っぽかった。ね、もうすぐ1時間半、やば。何しようって真面目なの分かる感じ。真面目だよね。NCT さんの4期生。え、NGT さんの4期生さんさ、あのショートカットかな、ももかちゃん、なんとかももかちゃん、かわいかった、かわいい。ちょっとザメの音やばいよね。桜ありがとう。2期生の加藤美さん、アトルカちゃん、お目目パチリはなんて読むの、あ、ちょっと私読めないよ。上野さん、やば、眠くなってきた。岐阜県の詳しかったのは1リアル。じゃあ岐阜県のかも。あ、ももか AKB19 期さん、わかる。伊藤ももか、伊藤桃花さん。でも私は花井芽衣ちゃんかなが好きかな。花井芽衣ちゃんかな、芽衣ちゃん。で19期めっちゃ可愛い、やばい。そう、岐阜顔必要。木下、あ、え、木下卒業された方ですか。癒し担当かな。岐阜枠は確かに必要。本当、じゃあ岐阜枠ってことで。どうもありがとう。二度目の方もありがとう。何分になったら終わろうかな。 SK12 期も可愛いね。確かに可愛いよ。ね、はたこんさん卒業ですよね。そう、めいめい、かわいい。昨日仕事お願いします。初音もありがとう。初見さんありがとう。
つおもありがとうございます。幸せなんて続くわけじゃない。FC 岐阜、確かに FC 岐阜の TT、 あ、そう、ジュナちゃん6月30日、あ、6月末ってね、可愛いって言うと、あFC 岐阜の勉強、あ、そう、ね、これ読んだね。そうしよう。落語か。岐阜県メンバーみんな岐阜でお仕事してるからお願いします。明豊ハムの CM？ 明豊ハムって CM あるのかな。明豊ハム配信しよう今度。雨だとどうしても前髪が決まらない。なんちゃんが先駆者、イエーイ。ねえ、ルカさん卒業前でもね、研究生だからどうなんだろうっていうところですよ。料理配信呼ばれてない。研究生だから微妙くないって思って。こんばんは。研究生ってあれじゃん、やっぱ研究生だからさ。そんな研究生が地元のお仕事をいただいてるイメージがなくて。13期募集。13期考えられないな。なんかで頭痛くてつらい。それでもはっちゃんのこと好きだよ。それでもバカ待ってるね。卒業ラッシュかも。ちゃんと研究研究してるよ。じゃあ FC 岐阜応援隊研究員になろう。そう、昇格のみと昇格ね。流れないでください。黒本先輩地先入ってきて後輩できたら先輩風吹かせる。微妙い。 JR 東海の仕事。先輩風、でもなんか優しくしたい。なんか花先輩優しい、花さん優しいって言われたい。勝手に研究生やろうかな。 FC 岐阜研究生かせる前にどやりそう。どやらないよ。どやりません。花先輩優しいって言われたい。うん、あんまり先輩風吹かせるタイプではないかも。そう、カレーパン買ってこいよ。なんで研究生もチャンス。そうだね、地元、確かにそう、地元のお仕事ってね。あ、でも地元そうね。先輩が人見知り、どうだろう。競馬電車、なるほどね。死にると居心地いい。お、嬉しい。こんにちは。なん花なんさんって呼び方嬉しい。相談事は全然乗るだ。多分一番一番的確なんじゃないかと思います。研究生研修室、確かに嬉しい。優しいイメージ。クリームパン可愛くない顔で止まったかも。後輩から花さん、花なんさん、花ちゃん、花ちゃんでいいかも。なんかさんって呼ばれるとちょっと気まずい。
ですか、どうしたの、ありますスキニーのメンバーが先輩でやって、あ、なるほど、いい先輩になりそう、本当。倉本さん嫌だな。花花さんでもいい、お花さんでもいいよ、もう何でもいいよ、花ちゃんでいい、花ちゃん、花ちゃんって呼びな。ちゃん呼びしてる先輩、じゃあでもなんか賞味だってさ、どうなん、でもだってなんか別にいいよ私、なんかお友達になりたいお友達になりたいからいいよ、ちゃん付けでお友達になろうって感じで、そのなんか SKE に入ったからさ、先輩後輩ってなってるだけだから、同い年の子とか入ってきたら全然、そう先取りしすぎ感、今起きた、お花はん、お花はんって何だったの、こんにちはな、そうココナさん、ハナンパイセンチョリースやば、そんなキャラじゃないよ、もうチョリースチョリースってなる、ちょっとお、45分になったらやめます、貫禄を感じる、貫禄あるかな、倉本さん、あーそういうこと、倉本さんって呼ばれると、確かになんか先輩、私はタンって呼ばれるのが好き、タン、そう呼んでしまってる、熊本パイセン、ラブリー、ラブリンさんって呼んでる、勝手にラブリンさんって呼んでる、ラブリンさんは、ハニュータン、ハナタン、ハナタン、まあ何でもいいよ、もう呼び方何でもいい、正直呼び方は何でも OK です、名前の後ろに何とかタンってつけるの、募集あるの、まだもうちょっと先がいいよ、ピン様は全然いいよ、何でもいい何でもいい、クラさん、花様、でも何だろう、何でも、クラモちゃんでもいいよ、もう何でもいいよ、おい倉本、おい倉本、そうなったら私じゃなくてマネージャーさんとかが怒るんじゃない、もっちゃ、おい倉本、でもノリとかで言われるかもしんない、そんなは別にいいよ、花さん、あいいね、お花さん、花なんさんいいね、でも慣れたら花なんでいいかも、もう「クララ」そこのあの岐阜のやばい。